トービン税とは、ノーベル経済学賞受賞者のジェームズ・トービンが1972年に提唱した税制度である。投機目的の短期的な取引を抑制するため、国際通貨取引に調停率の課税をするというアイデアで、1994年のメキシコ通貨危機以降、注目を集めた。通貨取引税、為替取引税とも呼ばれる。類似の税制として、 当便税の課税対象を為替取引の時刻通貨に限定するなどの違いがある2000年以降に新しく提唱された通貨取引開発税、当便税の課税対象を株式や債券などの金融市場の投機的取引全体に広げる考え方である金融取引税もある。当便税は金融取引税の一種であるとも言える。市民団体、アッテックなどの組織が 当便税の税収を発展途上国の債務解消、融資やエイズ、環境問題などに使う可能性を提案している。だが、当便税は世界各国が同時に導入しなければ効果が出ないという難点もある。非導入国がある場合、投機化の資金が非導入国に大量に流入する恐れがあるからである。2020年に入り、新型コロナウイルス感染症への経済対策に、 橋を発した給付金や導入の機運が高まっている。ベーシックインカムなどへの財源の必要性などから、調停率で莫大な財源喪失が見込める。この類似税制も含めた、当便税導入の機運が世界的に高まっており、コロナ以前からすでに先行して導入している国も一部にあるが、効果を発揮させるためには、全世界での協調導入が必要である。 日本においても一部の有識者がその導入を強く主張している。ありがとうございます。